皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは変えられないものにはこだわらないということについてお伝えしてみたいと思います。世の中にはですね、変えられるものと変えられないものがあります。で、主に人が苦しむ場合っていうのは対人関係において苦しむことが多いですね。で、これは私も過去に経験があったし、例えば相性が合わないとか、なんでそんな考え方をするんだろうという上司の下についた時に、ものすごくイライラして、上司なだけに逆らうのも難しいような状態だった時に、やっぱりイライラした心を飲み込むので体に負担かかるんですよね。胃とか、やっぱり胃を痛めたこととかありました、過去にですけどね。で、やっぱその時のことを思い浮かべても理解できたのが、それは後々になってからなんですけれども、人って変えられない、もちろん変わりたいっていう人は変わるんですよ。相手を変えるのは、しかも自分の思ったように変えるのって無理なんですよ、基本的には。だとすると選択肢2つです。その人となるべく接触しないように距離を持つか、自分がその人の近くにいる場合に、イライラを感じない体質、考え方にシフトするか、どっちかです。はい。物理的にね、その人とどうしても離れられない位置にいる、仕事のプロジェクト上無理とかで、そういう場合には、流すっていう必要があると思うんですよね。だけれども、その状況をですね、自分で受け入れて、飲み込まなくてもいいから受け入れて流していこうっていう判断をすることもできるので、ここをうまく使うことによってだいぶストレスは軽減されていくんじゃないかなというふうに思います。ですから、変えられないものを変えようとすると、圧力もかかるし、自分もイライラするし、なんでこの人はこういうふうに覚えてくれないんだろうっていう、なんでを考えるだけ、時間がね、もったいないですよ。なんでかっていうと、他人は変えられないからです、であれば自分が変わる、ないしは自分が動くっていう方が解決策には近づくのかなっていうふうに思うので、その対人関係のところでうまくいきにくいなと感じた時には、ちょっとこんな言葉を思い出していただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思います。それでは。